原作の時のコンドル4と何が何だか分かんなくてめちゃくちゃ苦手だったけど、リメイク版は分かりやすい。また買えるもん増えてる。しかも強そうなやつ。 ATB8 位。いや、今のところボードはいいや。あとはそうだな、こいつ強そう。お嬢さんならいつでも覚悟エッジ。ねえ、それってコンドルボートだよね。私と対戦しない？もちろんっす。やろやろ、私ちょっと自信あるんだよね。俺をその辺のプレイヤーと一緒にしてもらっちゃ困るっすよ。おお、いいねいいね。いざ尋常に勝負。ガチで強かったりして。スピードボード、うわー、なんかユニットボードといい、ユニットといい、 ATB ゲージといい、全体的に強くね。っていうか、どう見てもユヒー側のボードが劣ってるんだけど、まあ、またスピードボードで。待って、ウェッジさ、コスト7のユニット持ってるけど、やばすぎ。編成どうしよう。全然勝てるか分かんないけど、とりあえずこれでいってみよう。意外といけるかもしんない。弱点を突き詰めていけばいいんだからね。そういう点ではこっちの方が有利だ。相手が先にユニットを配置するんだから。来い。お、待って、アタッカーのコストね、ちょっと重めに振ってるからね、すぐ出てこない。あ、つうかそこにいる分には特に攻撃受けないんだけど、アタッカーユニット配置できないから、ちょっとこれでよし。カッターマシーン、あー、そっち行っちゃうんだ。ATB4 まで溜まってて、ちょっとこっちに配置した方がいいな。まだ魔法はいいや。待って、ウェッジ強くねえか。これ結構やばいかも。これ結構やばいかも。あ、失敗したな。攻撃系のキャラクターもうちょっと増やせばよかった。コストがかかる、コストがかかるし、さっきすげえボコられた。じゃない、ちょっとファイヤーしよう。ディフェンダー多いな。こうだ。あのヘリ強すぎ。2000 years later。こっち敵陣にね、1ミリも手出しできてない。やばい。アタッカーが攻めてきてる。あかん。負けたー。俺こういうの得意なんで、でも相手になるっすよ。ちょっとコイン貯めて再戦しよう。だけども今もうコイン手に入る現場ないが、アジト行ってみよう。あれ、アジト、あ、そっか、今アジト入れないのか。チャドリー、いや、チャドリーも別に何もできんわな。どうぞどうぞ、いつでも挑戦してください。しゃあないね。やらないんですね。やりません。メインやろう。
あ、追いかけてる。神社ってば何かやらかしたのかな。俺たちのことに無茶をしたのか。責任感じるな。先輩おー、めっちゃ追ってる。どこ行くの。こんなとこあったっけか。列車墓場の方面。お、棒を手に入れた。ソノンの装備か。え、強い上にたっぷりマテリア余ってるし、いろいろつけたろう。ソノンはこの辺たくさんつけるか。オッケー。追い詰められてる。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで捨てる。言ったら命はないんだ。何、王女。わあ、もしかして神社もウータ出身。感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。どこ行くの。何ここ。物資輸送場。お、物資輸送場。クモの巣みたいの生えてるけど。ほら、キュッて。キュッ。あんまりユキの多様なアビリティを使ってない。クモ隠れ。抜け気実感のある回避を行う。やってみよう。なんだろうな。絶対回避できないような攻撃パターンが分かってる時に使うというのかな。見たか、忍びの力。よ、おてんば娘。アイテムない？ないか。あ、アイテムがある。しばらくつむじ風対応でもいいかもしれない。連携強化されてんのかな。あ、アビリティも2人でやってくれるんだこれ。うむ、苦しゅうない。この調子でいくぞ。アイテム。あえー、こんなところでユニットが手に入るのか。ウェッジ対策になるな、この後手に入るもの全部。ハイポーってね、そんなに回復できないからさ、メガくらい欲しい。すげえ逃げるじゃん。変形開始。おお、ユフィを投げてる。強っ。え、向こう、うん、となんだ、なんか見えてるな。お、あ、ベルトコンベア止めちゃった。あ、これでいけますと。ん、こっちは戻っ
っちゃうけど行っちゃおう。アイテムがありそう。こいつは手裏剣で防ぎしちゃう。合わせて。やってやろう。ああ何も見えない。あ、連携が楽楽。うむ、苦しゅうない。もう調子といくぞ。祈り、エアリスに持たせて使わせてたわ。祈るって感じのパーティーメンツではないな。ユフィチャクラ持たせてるし。どんぐらいあるんだ。あ、もう終わりそうです。もう追ってる人いないんだけども。どこまで逃げるし。なにこれ。あ、リフト起動。よっ。おっ、ナヨ、大丈夫だったかな。彼女の地元だ、心配ないよ。なんか、普通の人だよね。実はね、私、雲海でアバランスに行ったことがあって、信用してなかったんだ。ああ、あの事件。アバランチ、心と本当に変わったんだね。到着。おっと、魔法っぽい。あ、兵士いる。お、こっちだ。今ので骨の一本も折れないのか。あー、モンスターいそう。いるわ。逃げた方が良くない。ほら、早い。あ、なんだこれ、なんだこれ。パターン入ってる、パターン入ってる。なんか生まれてる。そうの。連携開始。で、戦闘が終わる前にチャクラをしておこう。マテリアレベルを結構上げないとチャクラって回復量ビビたるもんなんだよな。あ、チャクラ成長。あー、箱まみれ。鎌車？新しい装備。攻撃力アップか。邪気退散、新しいアビリティだ。あー、範囲攻撃か、強そう。ん、装備マテリア減ったかこれ。あ、めっちゃ減ってるね。あー、まあ回復魔法ぐらいあればいいから。どうしよう。
炎をちょっと回復にしちゃう。お、立っていけそうじゃん。さすが。了解、我々も合流する。3番がメインピラー整備所付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備所？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ、行くぞ。あ、つけろ。ちょ、待て先輩。やっちまえ。新しいアビリティ使いたい。レベル1、レベル3まである。強い。ジージェは何やらかしてるし。資材保管所？あ、上か。奥に見えているのがメインピラーだ。ミッドガンを支える大黒柱だから、奴らが話していた戦場はあの辺りのはずだ。なるほど。急ごう。でげえ。この辺のね、足場あれしろこれしろとかあったらちょっと難しいな。てか俺足場出来上がってないな。あっちに渡る方法はあれか。はい、このけそこのけもラッと行くよ。ムシカズもレベル上がってくれればいいんだけど、こいつの使い勝手が良すぎる。大手のままに。ユーピーちゃんの大勝利。繋がってんな。あ、アイテム。ボード。レベル3ボードだ。なんもない。あ、なんもなくない。こっちか。あー、助けて。あ、やばい。チャクラ。これ連携してる間にソノンのアビリティを使おうとするとどうなんだ。あ、 あんまり連携してるって感じじゃないな。ジャッキー大さん。あー危ない。ソノン。あ、やばい、ソノンがなくなる。ソノン、ソノンを回復。あ、やらかした。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとこいつにやられちゃうとは不甲斐なさすぎる。もう少しでバースト。油断したらすぐやられちゃうんだよな。つむじ風。え、にしても固くねえかこいつ。あ、レベル2になってる。そ
戦闘中に使えば使うほどレベルが上がるとかなのかな。あ、ぽいな。あ、あ、使ってる使ってる。ダサい。フリンカさん、勝ったこいつ。こんなところか。ちょっとショートカットの割り当てやっちゃおう。これでよしと。どっから来たっけ。こっちでいいのか。渡って道中で移動させることができそうなリフトは操作しないとな。あった。こっちでいいよね。いいね。普通に迷いそう。魔鉱石。ゲー強そう。ネックバイトが高速攻撃だから気をつける。意外と。じゃあこいつ待って、ネックバイトは壊さないとまずいんです。連携技使ってるんだよな。OK。ご苦労ご苦労。先輩もな。さっきの話。どの話？ああ。彼が分派と呼ばれていた連中の方が手を組む相手としては好ましい。俺はそう。そう。散々本家の世話になっている。ナヨたちはさ、本当いい人たちなんだよね。そこが問題。ミッドガルいい人だ。この街がどうなると知ったことか。問題発言だ。ルンパには脳筋のでっけえ片手銃の人がいるけど大丈夫。はい、来たはいいけど、なんかある。手裏剣ポイント、あー、アイテムがある。エーテルターボ、どうやって向こうに渡る。こっちから行けんのか。あ、行けそうだな。そう。あ、危ない。あ、上には行けないんだ。おそらく上に先に行くんでしょう。ややこしい。当たんない。そしてこうしてマテリアがゲットできると。
はい。なんだ。属性。ああ、属性はなんだっけな。魔法系のマテリアと組み合わせて武器に属性が付加されるんだっけ。これもね、相手のモンスターの弱点が分かってるならね、事前に使えるんだけど。だいぶ奥まで来たよ。